はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィジです。では、信長の野望じゃないですね、今日は。This is a Police、99日目、プレイをしていきたいと思います。動物愛護運動家、毛皮を着る人には潜在的な殺人願望があると発言。どうなんでしょう。毛皮とかってね、なんかメンテナンスとかも大変だし、何よりも高いですからね、ちょっとね、あんまり買おうっていう気はしないですけど、フードのね、先っぽの方にふわふわのやつがついてたりはしますけどね。あとはタクシー運転手、銀行強盗を阻止し、製材所実行作業員が刃物の下敷きに、確実に死んだな、これ。では、今日も、この謎のメモを見て、進めていきましょう。嫌がることを無理やりさせても意味はない。その通り。こればっかりはね、本当に本人の、やる気次第ですからね、何事も。さて、今日はゲイ。ゲイね。今日は二日酔いでまともな仕事はできなそうです。帰ってもいいですか？理由をさ、もうちょっと考えていってほしいよな。まあいいんだけど。レイクウッドも二日酔い？なんかさ、頭が痛いとか普通にそういう理由にしてほしいよな。で、袖章ですが、これじゃ誰にしようかな。最近よく頑張ってるスカンロンにでも与えとく？で、刑事が殉職してるんで、一人補充したいんですよね。警官かな？警官が殉職。いや、刑事だっけ？刑事だな。刑事が殉職してますね、前回。なので、早速行きたいんですが、ちょっと待ってくださいね。まずは、キング・ルイスの方なんですが、かつてクラブで警備員をしていた方か。いや、こっちじゃないんだよな。ティモシーがいそうなのは、こっちにいそうなんですよね。最近までここに住んでいた、こっちにいそうなんで、じゃあスカンロン送ってあげたばっかだしね。何より。んで、こっちの方は今日いないか、いないのに行っても逮捕しそびれることの方が多いんで、ここはスルーしよう。んで、おっと。選んでしまったんで、リクルートしようかな、先に。リクルートで、警官の方か。そしたらどうしようかな。シンプソンちゃん、する？シンプソンちゃん。シンプソンちゃんを A にしましょう。シンプソンちゃんを。で、事件が来てるんで、事件行きましょうね。聖ヨハネ病院です。モリス・ブラウンは2年前に娘が事故に遭って以来、頻繁に、集中治療室を訪れている。しかし今回は様子が違った。モリスは医師との話を終えた後、銃を取り出して数名の病院関係者を人質に取った。あんたらが娘を救ってくれるまで誰も解放しないぞ。まあちょっとね、僕は子供がいないんで、親の気持ちはわからないですけど、まあこれくらいしたくなるんでしょうね、きっと。じゃあここは、バスティアンにドレイク。さらに一応スワットチームを送りましょう。病院なんでね。おっと。出た出た。これ多いんですよね。二人で行ってって言ってるんだけどね。一人では行かないとか言って、ダダをこね始めるんで。あとは犯人を逮捕してくれるかどうかだな。よし、犯人捕まえてるね。よしよし。容疑者全員逮捕。これでシャローも解放されたね。喧騒騒は喧嘩騒ぎですね。市長のオフィスでの定期集会で動物権利擁護団体に首を切り落とされたゴアの鶏が投げつけられた。おそらく抗議に反対した食肉処理場の従業員の仕業だろう。大規模な喧嘩が始まり、武装した男たちも加わった。どっから現れたんでしょうね。通報してきた目撃者によると、すでに数人が負傷しているらしい。スワットチーム出しちゃったんだよな。ここはディクソンにホクスマン。二人で行ってよ。行かないか。行かないんだよね。しょうがない。破壊行為の方に、フロリドとバーティーを送りましょう。人質事件の方は無事解決してますね。で、スワットチーム戻ってくるんで、99日目、節目ですからね。一つの。出たー。
完全に誤報の可能性を考えてなかったな。大勢との人たちがバットやバトンなんだ。そして死んだ鶏でお互いを殴り合っている。なんか相当すごい絵だな。催涙弾を投げ入れるか、地面に横たわっている死んだ鶏を撃つか、これ全く意味ないな。群衆の中に飛び込んで死んだ動物を持っている人物を片っ端から逮捕する。まあ、とりあえず群衆の中に催涙弾を投げ入れて鎮圧しましょう。そっからですよね、すべては。で、窃盗事件の方はね、さっき見ていただいた通り、この後、シフト B チームで犯人逮捕に向かいましょう。で、麻薬の取引です。公園にいる男について複数人の人物から通報。その男のもとに人が絶え間なく訪れ、2回握手をしてすぐに去っていくらしい。目撃者はこの男が麻薬を売っていると確信している。いや、これは芸能人とかそういうオチだろう。スルーしましょう。で、ブティックでの集団暴動。新しいブティックが広告を出すと、早速大勢の客が集まった。開店と同時に客は店内へと走り、商品に殺到。間もなく喧嘩が起こり、大勢の客が騒動に紛れて支払いをせずに商品を持ち逃げした。いや、これだいぶあれだな。リテラシーが低すぎるだろう。いくらなんでも。ここはじゃあ、スカンロンに本気乗った。いかないか。ここは護送車も出して、バンダルを出そうじゃ。役立たずバンダルも、地味に85まで能力が上がってきましたね。再雇用した時はバンダル5だったんですけど。そしたら、麻薬取引の方は、そうだよね。何？犯人に逃げられてるか。まあ、市民に被害者が出てなくてよかったかな。で、アティコスタワーですね。ダイナマイトをくくりつけた年寄りの男が保険会社のオフィスに入ってきた。支払うべきものを今すぐ支払わなければ、ここで自殺する。自爆すると言っている。保険とかも全然わかんないかな。一応入ってはいるんですけどね、生命保険。僕と奥さんの分で。月に2万円ぐらいですね、2人合わせて。ピクタージャッシュゴミ廃棄場。実は私の養蜂場を手伝ってくれていたアシスタントの1人を解雇したんです。そしたら、彼は私の仕返しとして蜂の巣を全部埋め立て地に持っていき、さらに養蜂スーツやその他の仕事道具をすべて盗んだのです。あなたの部下の中で力のある人を3人貸してくれませんか。蜂に刺されることを恐れずに埋め立て地から蜂の巣を取ってきてくれる人が必要なんです。お礼として彼らには1年分の蜂蜜をプレゼントします。いや、これ危険だな、やめとこう。これに行くとなんか警官が全員やめそう、その後に3人が。まあ、確かにね、窃盗事件ではありますけどね、ビクター・ジャッシュごときの一人の言うことには、ちょっと、かまってられない。湾口倉庫エリアですね。盗難にあった商品の一部が港の倉庫に保管されていると、宝石店の強盗が司法取引に応じるために自供。武装して危険な共犯たちも現場に潜む。これじゃあ、スマットチームを出して、せーの、フロリドにバスティアン。この2人出せば絶対解決できるでしょう。出たー。なんか多いな、最近の方。2人で行ってくれって言ってるんですけどね。なんか1人では行きたくない。仲が悪いんだろうな。さあ、もう夜になったんで、このまま事件はなくていいぞ。デザイア公園の殺人事件か。フリーバーグを慈善チャリティ基金の責任者が公園でジョギングをしていると、スキーマスクをした若い男に撃たれた。2人の目撃者は男を拘束しようとしたが、その男は銃を発砲し、公衆トイレに隠れた。公衆トイレに隠れたってのは、なんか遠くまで逃げようって思わなかったんでしょうかね。なんかあそこにいるぞってすぐバレちゃいますよね、でも。パンダ。警察が倉庫に到着。中からは陽気な話し声や笑い声が聞こえてくる。警官は誤ってゴミ箱にぶつかり、ゴミ箱が音を立てながら転がってしまった。誰だ？とドアの向こうから音がした。沈黙を保ち、じっとするか、武器を準備して攻撃に備えるか、リチャードだ。メガネを忘れちゃったみたいなんだ。開けてくれるか？
これなんかの映画かなんかのあれなんですかね。全然わかんないけど。武器を準備して攻撃に備えましょう。ドアのボルトが反転し、ドアはゆっくりと揺れて開いている。銃を持った男は外の様子を伺っている。金属のドアに向かって発砲するか、ドアの横の壁に寄りかかり身をかがめるか、ドアを蹴り破って建物を襲撃するか。襲撃だな。スワットチームがいますからね。こっちは。さらに宝石を発見。マフィアに売却しましょう。それでも全然ね、50万ドルたまんないですからね。まだ24万ドルですから。では、殺人事件の方はきっちり犯人逮捕。バンダルも100を超えてきたな、ついに能力値が。凶器を用いた暴行事件。通行人はタクシーがカーブで突然ブレーキをかけたのに気づいた。中を見ると喧嘩をしているようだった。黒い服を着た男がパーティションをぶち壊して何かを叫んでいた。そしてナイフをドライバーの喉に当てて脅していた。パーティションってあれですよね。ドライバーさんの横に、横というか、運転席を囲むようにあるやつですよね。まあ、あれないと確かに怖いですよね。運転中に変な客からいきなり殴られたりとかね。それこそこういうパターンもあり得るから。最近は会社の方もね、タクシーあんまり使うなって言い出すんで、タクシー使うのは結構少なくなっちゃいましたけど、それでもやっぱりパーティションありのタクシーとかっていうのはね、軽くたまに乗りますけど、こっちもなんか仕切りが一つある方がなんとなく安心するというか、気にしなくていいというか、そんなのはありますけどね。さあ、今日もこれで終わりかな。よし、全員戻ってきたし、今日はこれで邪勤も終了しましょう。いやー、節目の99日目ですが、特段大きな問題はなかったな。シフト AB で言うと、だいたいこんな感じで、だいぶ充実はしてきたな。ニューベリーとかね、結構優秀ですよね。そうすると今度、解決した刑事事件がいくつか出てきてるんで、刑事を派遣し直しましょうか。未解決事件がまだいくつか残ってますからね。で、ストーリーの方が少し進行するようです。ちょっと見ていきましょう。Well, Jack, who's your favorite right-hand man? Francis Kendrick, but go on. A very good lawyer. Very good. Invented a way for you to keep your job. Though invented is hardly the word. He has a whole scheme. A big plan. I just had him on the phone. He's so full of ideas I could hardly get off. Believe me, Jack, this guy knows his stuff. Wow, I do not know what to say, Martin. That's wonderful news. Can I meet him? Yes, of course. He's not a local. Right now he's in court on the other end of the country, but he'll be with us in 8 or 10 days. When he gets to Freiburg, we'll sit down, the three of us, and we'll work through the details. Sounds great. And now you want something from me? Not at all. Yes. No. Well, I mean, part of his plan is a big public campaign for your support. Talk to the press. Lots of interviews, maybe even a few street demonstrations. And it would be nice if your family was there with you. I know you're not talking with your wife, but maybe your children could... No. Listen. My oldest son and his fiance have arranged some sort of a trip around the world. A big 7-month tour. His girl's from a wealthy family, so they're taking him with them, along with my younger kids and a few of their friends. They're out there roaming the world, and I'm glad they're away from, well, you know, all this. They don't even know that I'm getting fired, and I'd like it to stay that way. Okay, Jack, I thought you might say that. いや、いいな、世界一周か。僕もね、新婚旅行は2週間ほど、フロリダのディズニーワールドに行ったんですけどね。7ヶ月間か、羨ましいな。Look, you mentioned that you know Laura and me aren't talking, and, well, you think you could help find her? Jack...I understand that's been hard on you, but I think we should focus on your retirement problem. We finish this, then we'll figure something out, okay? One thing at a time. I hear what you're saying, Martin, but... Jack Boyd. Well, Jack, you ready to listen to me ramble for an hour or two? I've had a very busy day. Almost ready. Now, bear with me one second. Yes, Martin, you're right. One thing at a time.
Thanks again. Go home and get some rest. We need your strength. Now I'm ready. はい。というわけで99日目プレイをしてきました。いかがでしたでしょうか。次回100日目。本当にこれが節目になりますね。180日間のプレイの中の100日目になります。次回こちらをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。